買おうとしてるテントがあって、皆さんびっくりすると思うけど、結構まあまあええテント買うかもしれません。おお。はい、どうも、ゆうやです。嫁です。今日はですね、どこに行くかと言いますと、関西最大級のアウトドアショップ、アルペンアウトドアーズに行きます。レッツゴー。宮迫ちゃん。アウトドアーズ到着です。私たちが好きな DOD、 お一人様1点、各サイズ2点までめっちゃ売れてるで。だってもうあと2個しかないやん。これめっちゃ有名なんやろな。ババのバンティー、ババのバンティーやって。こんな子供が遊ぶところもあるんやな。で、滑り台とか土管みたいな。じゃあ見て、せーの、ノースフェイスの生地サーティン。あー、確かにすごいおしゃれやん。今度はパタゴニアさんの服たちやね。うわー、これ絶対あったかいやん。ねえ、めちゃくちゃあったかいやろな。これ前さ、アウトレットで見たやん。見た。これで8000円。これもおしゃれ。おしゃれな、これな。これも可愛い。次は続いてコールバーン。いいですね。コールバーンでは一番有名な。あ、人気の有名なやつだ。出すのな。なるほど。めっちゃ有名なやつで、これ、ね、あなた値段何ぐらいと思う？1万円やろ？そう思うやろ、1万円ぐらいと思うやん、思うよな、普通に思うやん、思わないやん。これの値段は2980円。おー、安い安いで、さらにこれはな、上でスプレーでコーティングしてあるんだよ。で、さらにこっちはコーティングしてない方。あー、自分で違う、自分でじゃコーティングしてない、このまま使わない、してない方。1980円。2750円。これ、こんだけおしゃれでさ、いいやん。はい、来ました、皆さん大好きスノーピー。いいですね。スノーピークでこれ見て、4980円って安いな。値段的にはめちゃめちゃ安いじゃん。絶対こっちの方がちっちゃいと思うね。これ何用なんや。でもだってここやったら高さもさ、全然普通に立っても、まあ全然いけるし。いけるわな。3時半ね。申し遅れました。あ、はい、すいません。もらっといて。はい、すいません。ありがとうございます。いや、そう。あのね、恥ずかしい。何百人しかいないチャンネルですね。でもね、何百人集めようと思ったらめっちゃ大変じゃないですか。こんな3人並んでた絵だったんで、あ、もう一個やっぱ小さいですね。小さいやつですよね。あ、だったら多分200以下なので。エントリーっていうね、スノーピークの人の初めてキャンプやりますよとか、まあ、設営をより簡単にしたいですよっていう方のための、要はこのラインというか、エントリーラインっていうのがあるんですよ。あ、そうなんや。これはそうなんですか。あ、そうですよ。で、そのエントリーラインに入っているツールームがエルフィールドって名前なんですよ。で、その中のエントリーラインのテントっていうのがアメニティドームっていう名前なんですよ。で、要はテントって全部テントなんですけど、そのテントの中にもツールームっていうこのリビング寝室一体型っていうところと、これは寝室のみなんですよ。はい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 。なので、これビョーンってタープみたいなのがいるわけですよ。ああ、なるほどね。ツールームがなんでこうテントタープに比べたときに皆さん人気があるかっていうところで言うと、やっぱご自宅に近いんですよ。メッシュにもできる。なるほ
で閉めることもできる。でもちろんタープは窓がないので寒いじゃないですか、うんうん、季節によっては、はい、でもツールームっていうのはそこは全て閉めることができるので保温性も比較した時には高いっていうところですよ、はい、なので頭の中に焚き火もしたい。ああしたいしたい。で、何でしょう冬だから外でお鍋とかも食べたいよねとか、まあ、そういう冬にしたいことを思い描くんであれば、はい、ツールームをご購入された方が絶対にいいです。なるほど。難点は組み立てるのが多分めっちゃ下手くそなんですよ。2人ともタープでさえちょっと一回失敗して全然組み立てられなくて普通の簡単なタープでだこんなんとか立てれるんすか、うん、これ立てれるんかなっていう不安が、結論難しいです。あやっぱりやっぱり難しいです。でもすいませんはいお願いします。お願いします。が合ってるかっていうところ、はい、それぞれ赤色なら赤で、はい、ピンがあるので、はい、まあ、探していただいて間違えて赤を挿入してないようにいうところです、はい、ピンをそこに入れるだけってこと。あ、そうです。もう入れるだけ、入れるだけです。はい、はい、ね、やられてみます。やっていいですか。一回やってみて。本日はアッセンアウトドアーズ京都支店にご来店いただきまして誠にありがとうございます。意外といける。これでいいんですか。ま、ちょっと硬いでしょ。ちょっと硬いですね。テントでそういうのも。なるほど。あ、全然いける。あれなんで俺よりなんか簡単そうなの。赤いの方があれ力がいい。二人で設営するパターン。持ち上げて、持ち上げたら一番前のフレームを引っ張ってもらって、まあ、あとは流れです。ああ、オーディオみたいなもんですね。本当にもう一人でしかもう設営ができないってことも十分ある中で、はい、後ろを持っといてもらうと万歳してもらうとこれこうおうおうおう立ち上がってくるんですよ。おーおーすごい。めっちゃ簡単やん。お兄さんが上手いからとかじゃないですよ。やってみでもできたら一番新品性ありますよね、はいはい、でお兄さん身長があるからさ。そうですよね。そうか、一人の時は一旦こっち向きにやるんですね。さっきこっち向きだったですもんね。ど素人の人でもできるのか。いやどうでしょうかね。おおいけたいけたいけてるいけてる。めちゃめちゃ上手じゃないですか。やってました。真ん中を最初につけて。あ、入れてるだけか。ええのか。慣れてきたら、はい、ここまで来たらここにちょうど。ああ、ほんまやほんまや。そこで。あ、ここからできるんですね。下から上とかは特にないです、はいはい、で前も同じような作りです、はい、で後ろは、はい、この止めていただいたペグに一緒にかけてあげる、はあ、反対側も同じようにかけてあげる。ペグにかけるだけ。そうですね、ペグにかけるだけ。おおおお、もうこれできるんや。なるほどね。あめっちゃ簡単やん。おおすごい。気持ちいいでしょ。はい。スーッと相性良ければスーッといきます。相性がいるんです。そうなんですよ。よし、買おう。地面に置きたくないものがあると思うんですよ。それで、物理的にもちろん高い。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。俺は昼ぐらいに来たよ、うん、今何時やと思います。10時21分何時がおった？4時間ぐらいおったんじゃん。めっちゃおった。一回練習しに行こう。そうやな。練習大事。浜寺公園に。浜寺公園で練習しよう。前のタープ練習したとこと一緒だ、うん、とこで練習しよう。はい、それでは皆さん最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは今日はここまで。ほらまた。
せーの。オッケーオッケー、うまい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 。